古橋ゴール、前田アシスト、セルティックアトレティコと2対2のドロー。現地時間10月25日に開催されたチャンピオンズリーグのグループステージ第3節でセルティックはアトレティコマドリーと対戦した。試合は4分に古橋のゴール、28分に前田のアシストなどがあり、セルティックは2対2の引き分けに終わっている。アトレティコの選手の予想以上に速くてパス受けたと思ったら前田が来ててパス通らないってのが何回もあったな。 W 前田は45分はアトレティコかなり戦えたな。後半はガス気でした。前田は相変わらず頼もしい場面と下手くそボケの繰り返しやね。前田すげー嫌がられてたな。退治してたやつが勘弁してよって顔だったわ。前田めっちゃ良かったけど、とにかくボールロストが多かった印象。前田が CL で一番使われるの分かるわな。古橋が前田の守備できればビッグクラブいける。完全にアトレティコ守備陣を崩して、オブラクとの駆け引きも完璧で、普通に化け物じみたゴール決めるじゃない。古橋完璧に崩してアトレティコから点取ったぞ。これは美しい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。